とことんやり込む、どうも、なおちんでーす。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もね、古代狩りプラス25、挑戦していきたいと思います。装備が、これでいこうと思うのよ。骨のコンボ250。一発ダメージが100万超え。一発叩くだけでね。それぐらいの威力があります。で、さらに、黄金スキルで火炎。で、エンチャントで雷ついてんのよね。で、これが、防具の輝くローブ。エンチャントの火炎フォーカス。稲妻フォーカス。これでね、相当ダメージ出せるんじゃないかなと、思います。どうなんだろうね。まあ、どんな感じになるかわかんないけども、行ってみましょう。アーティファクトはこれでいいよね。行きましょう。ただ、これね、回復しない。回復しないわ。威力はね、抜群なのよ。抜群だけども、これ厳しいな。火炎もね、雷も、ほんといい感じのダメージ、与えてくれるのよ。ただ、やっぱ回復が、輝きだけじゃ足りないな。チェストの数28。まあ、普通ぐらいか。どうだ？おっと！ウィーバーだね。周りなんだったっけ？クリーパーだらけのところか。いける？いけるか？クリーパーだらけでしょ？いやー、厳しそう。厳しそうだよ。なんか対策していかなきゃいけないだろうけど、まあ、ドラぐらいしかちょっと思いつかないな。ちょっとドラで、やってみます。いくぞ！来い！いやー、今日きつい！おお！よう倒したな！よう倒したぞ！ちょっと待って、第2波が来た！第2波来た！もう、ああ、いい加減しろよ。ちょっと待って。お前、逃げんなって。やばい。よーし。逃げんな、逃げんな。もう。もう。いや、でも、もうちょい、まあ、いや、もう回復すんな、回復すんなって。回復すんな。いいぞ、これ、もう。ちょっとやり直します。やり直す。チェスト32個か。古代人いるかな？わかんないけども。行きましょう。ちょっと、あのね、雲の防具じゃないと、ダメだわ。もう、お前たち、きついって。これ骨のコンボはあんまり良くないか？断然、ハンマーの方がいい気がしてきた。重力ハンマーの方が断然強い気がするんだ。やっぱ重力って、ここ結構重要なのかもしんないね。重力は。もう！多すぎるってば。おし、力ポッと！よし。そこまで。回復しきれないからね。よし。力のポット取ったときは、ガンガン行こう。このときばかりは、アホみたいに強くなるからね。ちょっと待って。エンチャンター、お前。調子乗ってくんなよ、お前。よっしゃ。エンチャンターは先。もう。おい。ずっと行って、お前。よし。ギリギリだわ。
やっぱりこの装備じゃちょっと厳しいか。いけんことはないんだけども、結構 HP 減りまくるから、変えたがいいかもな。ちょっと待って、こいつむちゃくちゃ強い。こんな強かったっけ。もう一発ぶん殴られただけで瀕死になる。じゃあもうちょっと、わあ、危ねえ。こいつむちゃくちゃ強かったな。あー、ここはただお金があるだけだ。お金があるだけの場所か。まあまあまあ、一応行きましょうか。あー、なるほどね。はいはい、硬えなー。もう硬いなー。もうよし、ちょっと待て。よし、別特に何もなしか。はいはい、特になかったね。じゃあ次のところに期待しましょう。あ、クリアか。クリアだ。そうか、また古代人一回も出なかったな。でもこの武器じゃちょっと難しいかもしんない。まあクリアしましたね。古代人倒さずか。まあ商人見てみましょう。バトルローブ、いらないね。ノーマル品ばっかだな。いりません。あ、これクールダウンがつ、あ、いらないな。いらない。全然良くないな。防具、あ、これはクールダウン2だけども他がいまいち。あー、いや、良くない、良くない。はい、まあ今日はちょっとこの褒めのコンボでね、言ったけどもダメだ。ダメ。このスパイダーアーマーがもうとにかく優秀みたいなので、ちょっとこのスパイダーアーマーの黄金装備を探そうか。まあこれじゃなしにもウィザーでもいいんだけどね。とにかく HP を吸収する防具っていうのがすごく優秀っぽいので、まあこれにクールダウン一つついて、まああと二つだね。ポーションバリアとかなんかそういうのがついてくれれば嬉しいかな。はい。まあまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。